ご視聴ありがとうございます。純愛チャンネルのじゅんです。今回は Vlog 撮影に人気のカメラ4つで車載映像の撮影比較をしてみました。比べてみたらそれぞれの個性がよくわかりましたので、それをお伝えしようと思います。登場するカメラを紹介します。まずは GoPro Hero 9。車載撮影に関しては GoPro Hero 10とさほど違いはないので参考になると思います。自分はザ・リモートという純正リモコンと一緒に使用しています。続いてソニーの人気 Vlog カメラ ZV-1 です。これを車載で使用するのは初めてだったので、個人的にも結果に興味津々でした。そして注目のスマートフォン、ソニーの Xperia Pro i です。 ZV-1 と同じ映像素子を搭載しているこちら、違いは現れるのでしょうか。手ブレ方式の違いに注目です。最後にジンバルカメラ DJI のポケット2です。物理的なジンバルによってどれだけブレが防げるのか、こちらも要注目です。では早速見ていただきましょう。まずはベンチマークとなる GoPro Hero 9でコースを一周してみます。うちのチャンネルのドライブ動画の走行シーンはこの設定で撮影しています。今回のコースは奥多摩湖畔です。天気もとても良く、ドライブ日和でした。左側の石垣やこの先に出てくる柱の流れ方なんかに違いが出るかもしれませんね。天気がいいとシャッター速度が速くなるため、若干パラパラ気味になっています。それにしても GoPro さすがですね。明るいシーンではほとんどブレを感じさせません。トンネルで暗所撮影のテストです。 GoPro は暗所が苦手とよく言われますが、いかがでしょうか。電子式の手ブレ補正のため、揺れた時天井の照明がにじむように不自然に揺れますが、それは仕方ないですね。駐車場でキャッツアイを少し踏んで強引に揺らしてみました。ここも GoPro 秀逸です。ソニーの ZV-1 です。画角が狭くなりますが、手ブレが最大限に効くアクティブで撮影しました。いきなりですが GoPro と比較するとすでに細かい揺れが出ていることに気がつきます。アクティブモードですが、車載時のブレまでは防げないようです。期待していただけに残念です。
トンネル内では壁の質感など GoPro よりも描写力が高いのは分かります。それだけにブレ補正が甘いのは残念ですね。以上がソニーの ZV-1 でした。次は Xperia Pro I です。 ZV-1 との違いはあるのでしょうか。驚きました。明らかに ZV-1 よりも手ブレ補正が効いています。センサーの一部しか利用していないとの批判もある Xperia Pro I ですが、使用していない部分をブレ補正に使用しているとの情報は正しいのかもしれませんね。まあそれでも GoPro と比べると細かな揺れまでは防げてはいませんけど、ただその強力な電子式のブレ補正は暗所に入ると不自然さが目につきます。 ZV-1 と比べても天井の照明の歪んだようなブレが出ていますね。壁の描写もつれて甘くなっています。こうして見ると GoPro のブレ補正の強力さが際立ちますね。いや、なんで揺れないんだろう GoPro。 ラストは DJI ポケット2です。三軸ジンバルの力必見ですよ。いきなりネタバレします。めっちゃ綺麗に撮影できます。じっくりとご覧ください。ジンバルの特性上、コーナーで遅れてカメラがインを向きますが、それもほとんど気にならない滑らかさです。トンネルの壁の描写力も高レベルです。電子手ブレ補正ではないので、天井の照明の自然さが段違いです。明るいところと暗いところでブレ補正の効きに違いが現れないのは、さすがジンバルというべきですね。さすがに最後のブレテストでは若干揺れますけど、そこはご愛嬌です。補足しておきます。 4K60p ではなく、なぜ 4K30p で撮影しているかというと、暗所では 4K30p の方が有利だからです。明るさの違いがよくわかると思います。ではなぜこんな高画質で録画できる DJI ポケット2を車載撮影に使用していないかなのですが、こちらが理由となります。
車載撮影時ディスプレイが見えないのでスマホで操作しなければいけません。電源オンだと録画していなくてもジンバルの部分は動作していますので、モーターが加熱していて録画できないケースがありました。モーターの加熱を防ぐため電源オフ状態にしていると、電源オンにして撮影開始までの準備が必要となります。運転中電源を入れる動作だけでも危険ですからね。なので DJI ポケット2の車載撮影はドライブ中の長回しではなく、撮影ポイントが決まっているケースで使用するのが良いと思います。あと GoPro よりも長回しには向かないですね。実際に昨年伊豆高原の桜並木の撮影は撮影ポイントが決まっていたため、 GoPro ではなく DJI ポケット2を使用しました。では GoPro Hero 9での車載撮影のおすすめ設定についてお話しします。録画ボタンを押す15秒30秒前から撮影ができるハインドサイトの機能をオンにする。撮りたい場面になってから録画スタートしても30秒前から記録されるので、ずっと録画しなくても済み、熱停止の対策にもなり SD カードの容量も節約できます。ただしハインドサイトの機能をオンにしていると GoPro アプリのプレビューは使用できませんので注意してくださいね。もう一つハインドサイトの注意点です。録画しない状態でハインドサイトの機能をオンにしていると20分くらいでハインドサイトの秒数表示が一時停止マークになってしまいます。ハインドサイトの機能が停止している意味のマークですが、数秒撮影して録画を止める捨て録画をすればハインドサイトの機能がオンに戻りますので試してください。次にザ・リモートなどのリモコンを使用する。車載撮影時の操作は電源のオン、それに録画のスタートストップがほとんどです。ハインドサイトと併用することで GoPro Hero 9のレスポンスの悪さも気にならなくなります。そしてこれが重要ポイント、熱停止対策で USB 給電、そしてバッテリーレスにて運用する。録画停止時 USB 給電をしているとバッテリーに充電され熱が発生します。バッテリーレスだとその時間はクールダウンとなりますので差が出ます。バッテリーのあった場所も空気に触れますので理論上は放熱も多くなるはずです。自分は GoPro のバッテリーが入るところの蓋も外してエンジンを止めて USB 給電していない時のみバッテリーを差し込んでおきます。 USB 給電されていない時は充電されませんから熱が発生しないということです。バッテリーを差し込むのは GoPro の時計のリセットを防ぐためです。この USB 給電とバッテリーレスの運用については以前動画を上げていますので、こちらも見ていただけると嬉しいです。改めて揺れない GoPro すごすぎます。今回は Vlog で人気のカメラでの車載動画比較でした。参考になりましたか？今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。